はいどうも、ゴーのゴーゴー TV です。今回はこちら、仮面ライダージオのクリスマス関連のお菓子開封動画第4弾ということで、今回はこちらの仮面ライダージオブーツ S というものを買ってまいりました。こちらはブーツ S ってのとブーツ M ってのがあるんですけど、今回はワンサイズ小さい S の方を買ってまいりました。ちょっと惹かれるものがあったんで買ってきたんですけど、ちょうど上の方が見切れて何のお菓子が入っているのかっていうのが多分カメラ越しではわからないと思いますんで、まだ開封の時までお待ちください。はい、ということで、とりあえずこちらのビニール袋を取って、まずはブーツを見ていきましょう。ビニール袋から取り出したんでぐるっと見ていきましょうか。とりあえずブーツはこんな感じになっておりますね。で、ここに仮面ライダージオのなんかクリスマスカラー的な感じのシールかな、これが貼られている感じですね。で、まあ正面は仮面ライダージオがいまして、横に行くと仮面ライダーゲイツと。絵柄はこんだけですね。あとは仮面ライダージオのビルドアーマーも映っておりますね。なんかここら辺の絵柄はやっぱなんか共通っぽいですね、どうも。はい、こんな感じになっております。まあ、このブーツ自体はなんか収納したりとか、そういうことはちょっと厳しいかなと思いますね。せいぜいガシャポンのカプセルを何個か入れれるかぐらいで、普通におもちゃとかそういう収納とかには使えるものではないと思います。はい、では見ていきましょうか。じゃあ僕がちょっと心惹かれたものは一番最後にして、まずは一つ目。危な。危な。全部持ってかれるとか言った。じゃあまず見覚えのあるものからいきましょうか。こちらですね。ポップコーン。これ確か前回の動画で食べたかな。2個前の動画がわからないですけど、今年これ確か食べているはずです。ポップコーン。で、二つ目。こちらですね。コーンスナック。コーンポタージュ味。コーンポタージュ味ですね。一応こちらは、株式会社ハート製になっております。で、このポップコーンも株式会社ハート製になっております。で、あと一つがこれですね。コーンスティック。こっちはコーン、こっちもコーンスティックか。読み間違えておりましたね。コーンスティックのコーンポタージュ味とコーンスティックのチーズ味ですね。これ多分うまいんですよ。こういう系統のものって結構おいしいんで。で、これで、もう一つある。もう一つ。これですね、もう一つが。これがコーンスナックですね。コーンスナックとコーンスティックで分かりにくいわ。こちらがコーンスナックキャラメル味ですね。まあ、某メーカーの某お菓子と同じようななりしておりますが、まあ、こちらも株式会社ハートですね。書いてあります、ハートと。はい、ということで、もう一つあるんですけど、これが僕が一番なんか惹かれたものですね。せーの、ドン。マグネットコレクションですね。仮面ライダージオの。エンスカイさんが出しておりますね。マグネット1枚入りで、マグネット全12種類。マグネットコレクション。これ僕普通に、これ単体で欲しいわ。これ単体で売っとる場所があれば買ってきてなんか集めたいんですけどね。普通にこれかっこいいと思うんで。去年のなんかビルドの時もこれ入ってて、結局どこ探しても売ってなかったんですね。これ単品で。はい、ということで、これがものすごい気になったんで、ちょっとこれ開けさせてもらっていいですか。絵柄どんなんかめっちゃ気になる。これ僕ちなみに去年のやつは冷蔵庫に貼ってありますね。普通に冷蔵庫に貼ってありますね。は、おお、お、やっとこれ一番いいやつじゃないか。一番いいのかわからないけど。で、しかもこれ何、二つに取れるのこれ。どういう方式これ。普通になんか取れる感じかな、これ。このまま、多分貼ってもいいし、なんか書いてあるな。マグネットは、絵柄の方から抜いてください。抜けるのこれ。いやいやいや、破れたけど。普通に破れたけど。抜き方、こうやって抜くんか。なるほどね。事故が起きた。普通に事故が起きた。ビリとか言ったし。まあ、いっか。アロンアロファーとかでくっつけときます。事故ったわ。初めて事故ったわ。はい。ということで、まあ、こういう感じで抜ける感じになっていますね。で、これで2枚になると。いいじゃない。もうちゃんとくっつく。まあ、当たり前のことか。当たり前のこと言いましたけど。はい。こういう感じのマグネットが入っております。いいね、これ。普通に集めたいわ、本当に。はい。ということで、まあ、これが惹かれたものですね。はい。もう一番初めに開けちゃいましたけど、こんな感じになっております。はい。では、せっかくなんで食べましょうか。
で、まあ、ポップコーンはこの前食べておりますんで、まあ、これは今回は動画では食べずにおきたいと思います。ですので、まあ、新規のこの3つですね。まずこのコーンスナックキャラメル味、これ気になる。なんか去年食べたような覚えあるけどまあせっかくなんで食べましょう。ああ、匂いはなんかあれですね、なんかこういうものに似たお菓子があるんですけど、それの匂いですね。いただきます。まあでも味はちょっとなんかキャラメルの味もするけど、なんか若干塩っぽいような味もするっていうのかな。そんなむちゃくちゃ甘くないって感じ。ほんのりキャラメル味って感じですね。まあこれ美味しいわ。コーンスナックめっちゃうまいですねこれ。あの本家が結構濃いんで、そう、本家の濃さがちょっと苦手って方はこっち結構いいんじゃないかなと思います。そんなむちゃくちゃ濃くないんで味が。では次はこれですね、コーンスティックですね。コーンスティックチーズ味いきましょうか。これもううまい、いや絶対うまいあ、間違いないやつですよこれ。確実に間違いないやつ、まあ、こんな感じになっていますね。まあうまい棒のチーズ味みたいな味が確か去年食べた時したような気がします。ではいただきます。あー、もう匂いもいいですからこれ。いやーうまい、最後これはめっちゃうまい。いや進むわこれ、完食まあこれは食べきりましょうか。じゃあ次こっちですね、コーンスティックのコーンポタージュ味。いやこれも間違いないと思うんですけど、ちょっと食べる順番間違えたかもしれんな。コーンポタージュの方が若干味薄いような気がするんで、こんな感じですね。これも匂いは、あ、でもちょっと薄めの匂いですねいただきます。あ、でも匂いとは裏腹に結構味濃いな。いやこれもしかして思ったんですけど、こっちのチーズとこのコーンポタージュ食べたらめっちゃ最高なんじゃないですか。なんかチーズコーンポタージュ的な、やばいな、デブの考えな、これ完全に自分アレンジを考えるって。はい、いやこれめっちゃうまいっす。ごちそうさまでした。はい、ということで、まあ、今回新規の3つ食べたんですけど、どれも当たりですね。めちゃくちゃうまいめっちゃうまい。でこのポップコーンもめちゃくちゃ美味しいんで、ちょうどいいぐらいの塩加減してるポップコーンなんで、いやこれはめちゃくちゃいいですね。はい、ということで今回は仮面ライダージオブーツ S の中に入ってたお菓子を開封して食べてまいりました。いや今回のこの仮面ライダージオブーツ S は買ってよかったと思っていますね。とりあえずはあのマグネットコレクションに惹かれて買ったんですけど、まあ、この2つのものに惹かれて買ったんですけど、いやこれもまさか2つに分割できるとは思っておりませんでしたし、まあ、ちょっと切り離す際に事故が起きてしまいましたけども、まあ、あれは僕がちゃんと説明読まなかったのが悪いんで、まあ、皆さんはちゃんと説明書を読んで、まあ、切り離してくださいということで、いやこれ本当に良かったな買っていやでも普通に僕このマグネットコレクション本当に単品で欲しいんで、まだちょっと探してあれば買ってきたいなと思っておりますし、まあお子さんが見える方はお子さんにどんなクリスマスプレゼントを渡そうかなって悩んでる方は、まあこれも一つの参考になればいいんじゃないかなと思いますんで、まあ気になった方はぜひこちら買ってみてはどうでしょうか。では今回もご視聴ありがとうございました。